どうも、かげやんです。今日は2021年4月22日木曜日の空なんですけど、ちょっと曇りですかね。まあ晴れてきそうな雰囲気はありますけど、曇りですね。ということで木曜日なんで、僕はですね、定休日でこう朝はちょっとゆっくりなんですけど、ちょっと早めに目が覚めてですね、でこうどうしようかなと思って、いつものこうルーティン的なことはしたんですけども、あとはね、ちょっとゆっくりこうラジオを聞いたりしてましたね。なかなかこう思考、自分の頭の中こうまとまってきて、ちょっと整理されていくような感じはありました。ということで山中ですね、そろそろですね、もういい感じになってきましたね。これ、10センチになったらもうた切り取って、これなかなかもう一回測ってみようかなとか思ってるんですけど、今日まあ時間あるんでそうしようかなというところで、こちら側はもうちょっと全滅っぽいですね。なんか、これ水菜はなんとかいけるとか言ってたけど、これも厳しそうですね。もうキュウリはもうダメですね。キュウリはもう全然ダメで、残念ですけどもうしょうがないですね。もうあかんようになったもん、あかんようになったもんなんで、これは、次またちょっと野菜の苗を買ってですね、新しいこう野菜をこう育てていく形にこうしていきたいと思います。でこちらですね、こっちはもう、 こう順調にこう育ったんで、これはもう食べる、あと食べるだけということですね。ということで今日はね、まあ定休日なんで、僕はどっかこう出かけたいなというふうにこう思っております。ということで、今日は以上です。ありがとうございます。